高校障害事件の現場となった、と手商業高校、と手商業高校事件とは、1973年12月4日、ブラック解放同盟広島県連合会委員長の小森達國ら約50人が、広島県立、と手商業高等学校のブラック解放研究会の、生徒に対する指導をめぐって、同校の教員室に不法侵入し、同校の和田義郎教諭に、 約90分間にわたって暴行を加えた事件、とて小事件、とて小康事件などと呼ばれる場合もある。発端は、八田事件への評価をめぐり、広島県東部の各高校が木下挨拶場を差別文書と決めていく中、とて商業高校だけが討議を深めていくとしたことであった。これに対し、部落解放同盟広島県連は、同盟は差別と決めている。 討議を深めようでは遅すぎると反発した。1973年12月4日午前10時頃、小森はじめ派の広中忠浦約10人が、土手商業高校2階の教員室に乱入し、次の授業を準備中の教員に、校長はおるか、お前ら、部落の子供をいじめているんじゃねえか、などと叫んだ。彼らの目的は、同校の生徒の一人による部落差別発言を、 教師の責任として調査することにあった。教諭たちは、ご父兄以外の方はお引き取りくださいと言い、父母との話し合いに応じようとしたが、広中は和田教諭の左腕をつかみ、何をこきよるなら、外に偉大と強く引っ張り、引きずり出そうとした。続いて、約20人を引き連れた小森が教員室に乱流。暴力はやめろと制止した和田教諭の背広の襟を小森が右手でつかみ、吉郎。 手へと引っ張った上で、和田教諭の方を左手で平手打ちした。これに対して、和田教諭が、小森、叩いたの。暴力はやめいと抗議すると、小森は一瞬ひるんだが、今度は広中が、和田教諭の左顎を右拳で二度を出し負傷させた。小森らはその場に居合わせていた6から7名の他の、教諭を一人ずつ、約50人で包囲し、引きずり、小突き座れ、立て、 気をつけと号令をかけ、お前ら差別教師じゃろうと怒号を浴びせた。このため、授業を終えた教諭らは、教員室に入ることができず、3時間目の授業が一時、麻痺した。1973年12月6日、和田教諭は、顔面打撲による、死が同様の診断書を添え、小森、広中らを、暴行障害で、広島県警府中署に告訴。しかし、 府中署は被害者の事情聴取を行ったのみで、加害者側を放置した。このため、1974年2月7日、同行の名古屋文広教諭も、小森と広中ら指名不詳約80名を集団暴行と脅迫、障害の罪で、広島地方検察庁に告発。これを受け、同年3月30日、広島地検福山支部は、小森と広中を、 暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴。小森らの側は、真実は差別の壁を通して、土手商事件の報告1から6を通じて、暴力を振るったのは、和田だ、今度の事件の背景には、土手商業高校の差別教育があると無罪を主張したが、1980年2月27日、小森は、広島地方裁判所福山支部で、 罰金3万円の有罪判決を受けた。判決は、事前に、学校側に、会見の約束を取ることもなく、当日事務室の受付を通すこともなく、球団のために多人数で学校に押しかけ職員室で、授業準備のため執務中の教員から、再三退去を要請されたにもかかわらず、多人数で暴行を加えた判盛は、重い、事故の都合に相手は応ずるべきであるとの独善に、 陥って本件犯行行為。小森は犯行後もでっち上げられた事件だとして暴行を否認し、反省の情報をも伺うことができないという厳しい内容だった。小森はこの判決を不服として控訴したが、1982年3月26日、広島高等裁判所で控訴帰却。1983年10月11日、最高裁で上告帰却。 罰金3万円の支払いを命じられ、有罪判決が確定した。この判決について、対立する運動団体、全国ブラック解放運動連合会のブレインの一人で、ある、鳴沢英二は、街道中央本部書記長の要職にある、小森被告が暴力を独善的に、球団と称して、これを合理化しようとしていることについて、裁判所が明快に、犯罪行為と断定した意義は、 大きいと述べ、高く評価した。一方、ブラック解放同盟の立場から編纂された、戦後ブラック問題関係判例、解説編では、この事件を、弾圧、でっち上げ事件の中に含めている。ありがとうございます。